だったんですか、はい、今はもう大丈夫。あ、大丈夫です。その期間っていうのはちょっとどういう気持ちでした？うわー、ちょっと焦りとか、あ、なんかいろいろ自分の中でなんか試合前だから練習しなきゃっていう焦りはあったんですけど、焦っててもここで寝てなきゃいけないし仕方ないな、なんか葛藤してました。試合前にそういう状態になるっていうのは無理しなかった初めてです。試合前はなんかヘーペスとか出てきたりとか、すごい試合前に体調整理するんで初めてみたいな。で、今回あの中井凜選手が相手なんですけど、はい、今までとは自分の気分的にも違うものありますか？そんなないです。今までの試合とはまた特別に何か意識したりとかもない？別に意識したりもないです。いつも通りですね。